はいどうも岸田もけいです。今回はエクラノプランの話です。エクラノプランとは地面降下翼機のロシアでの名称です。地面降下翼機とは主に海面上スレスレを高速で飛行する乗り物です。ソ連はこの地面降下翼機を主に軍事用途で使用するために研究開発を行い、 実用の大型地面硬化浴器を製造した唯一の国ですそれでは地面硬化浴器の特徴から話していきます地面硬化浴器とはその名の通り地面硬化というものを使って飛行します地面硬化とは翼が地面に近づくと発生する揚力が大きくなる現象を言います 通常の飛行機の主翼はざっくり説明すると、よく上面と下面を流れる空気の速さが異なることで圧力差が生じて物体を持ち上げようとする力、揚力が発生します。この翼が地面に近いところにある場合、翼の後ろ側の空気の流れは通常、下方へ吹き下ろされる形になるんですが、 この流れが地面によって遮られて横仮面の空気の流れが悪くなりますつまり横仮面の流速が遅くなるので上面との速度差が大きくなりますよって圧力差もその分大きくなるので通常よりも大きな揚力が発生しますこの地面効果は飛行機が登場してすぐに発見されましたで、地面効果を利用したアイデアも1940年頃にはすでに登場していました 地面航海翼機の利点は、まず通常の航空機よりも大重量の貨物を搭載できる、で通常の船、船舶よりも高速で移動できるで、構造に求められる強度が飛行機よりも厳しくなく、設計・製造が簡単ということがあります。また、軍事面では高度数メートル程度で飛行するため、レーダーに探知されにくい。 あと、海面からは離れているので、ソナーでも探知されにくいという利点があります。また、欠点としては、運用には平らな面が必要なので、主に海面で運用されますが、波の大きな概要などでは使用ができません。波の穏やかな海面でしか運用ができないということが欠点になります。また、急な進路変更や高度の変更が難しい。 それと運用には、まあ、一般的な港のほかに専用の施設が必要ということがありますソ連は領土内にカスピ海、黒海バルト海など波が穏やかな内海があるのでそこでの使用を前提にこの地面航海抑止機の研究開発が進められました ソ連で第二次大戦中より水中浴船の研究を行い旅客用の水中浴船を設計していたロスティスラフ・アレクセイエフは水中浴船よりもさらに高速な船のアイディアとしてこの地面航海抑機に注目します彼は模型を使った実験を繰り返し友人のエクラノプランの設計に取り掛かります1961年には初のエクラノプラン SM1 が完成して 設計者のアレクセイエフ自らの操縦で初飛行乗員3名全長2 0メーターの小型のものでしたが最大速度2 0 0キロを発揮しました当時の軍産複合体議長で後に国防大臣となるドミトリー・ウスチノフが試験飛行に立ち会いこのエクラノプラン計画の大きな後ろ盾となりました 翌年には改良を施し、機種に主翼下へジェットの噴流を吹き込み、離着水特性を改善した SM-2 が製作され、モスクワでフルシチョフやソビエト交換の前でデモンストレーションを行います。これで高い評価を得ることができ、エクラノプランは国家プログラムに採用され、アレクセイエフは中央水中翼船設計局のチーフデザイナーとなり、エクラノプランの開発を行うことになります。 1963年にソビエト海軍は KM と呼ばれる試験用の大型エクラノプランを発注しますこの大型エクラノプランのために25%スケールの試験機 SM5 が製作されこのテスト結果が良好だったため KM の建造が始まります KM は1966年に完成しました全長 97.4m 全幅 37.6m 空挙重量240トン最大離陸重量544トンという巨大なものでした機種部に離着水用のエンジンが8機他に推進用のエンジンが2機の計10機のジェットエンジンが装備され巡航速度430キロを誇りました警務はカスピ海で試験が行われ船体強度不足などの問題もありましたがそれらを改良しつつ運用試験が行われました 1967年にアメリカの偵察衛星はカスピースク海軍基地にある KM を発見しますが CIA は巨大で短い翼を持つ奇妙な形のためどういった種類の航空機か特定することができずこれをカスピ海の怪物という名前で呼び始めましたアメリカの諜報機関がカスピ海の怪物を地面航海翼機と特定したのは 1980年頃とのことです KM の製造と並行して海軍向けに輸送用エクラノプランの設計も1964年から始まりました SM6 という試験用のエクラノプランが製作されましたこれは機種に2機のジェットエンジン垂直尾翼の上に推進用のターボプロップエンジンを持つ形式のものでした ウルシチョフ失脚後はエクラノプラン計画は徐々に縮小していき予算が潤沢ではなくなったため SM6 の製作は遅れて1971年に完成しました SM6 はテスト結果が良好でこれをもとに本格的な輸送用エクラノプランを製作する計画プロイエクト904が始められることになりますこれは A90 オルリョーノクとして軍に採用されます オルリオノクは全長 58m、最大重量1 4 0ンで、装甲車と兵員250名、または20トンの貨物を搭載することができました。上陸用に引き込み式のタイヤを備え、機種全体が90度右に開く構造となっているため、車両などを直接陸揚げすることができました。オルリョノクは、国海での高速輸送手段として、120隻の大量建造が、 計画されましたがエクラノプラン計画が縮小されたためその後建造数が徐々に引き下げられ最終的には3隻が建造されました1979年から81年にかけて海軍に納入されソビエト海軍カスピ小艦隊へ配備されましたオリリオノクは93年頃まで運用されました 今のところ最後に建造された大型のエクラノプランがこのルン型エクラノプランとなります1980年初めにソビエト政府は対艦ミサイルを搭載したエクラノプランによる高速攻撃部隊を構想しましたちょうどその頃エクラノプラン設計の主導的立場にいたアレクセイフは旅客用のエクラノプランの製作を行っていましたが試作エクラノプランのテスト中に事故に遭い負傷 その後1980年2月に亡くなりました大型エクラノプラン KM もカスピ海でのテストが行われていましたがアレクセイフの死後事故で失われました対艦攻撃型エクラノプランはこの KM を元に制作されることになり KM の試験データが活用されることになりましたこのエクラノプランはルンと呼ばれ10隻の建造が計画されました ルンの動力は機種に取り付けられた8機のクズネトフ NK87 ターボジェットで KM などの今まで製作されてきたイクラのプランにあった巡航用のエンジンはなくなりました胴体上には2発1組となった6機のミサイル発射管が取り付けられていますルンに搭載されるミサイルは P270 モスキットという全長9 7 4 5メートル、 重量4.5トン最大射程120キロという非常に大型の対艦ミサイルでした P-270 は先進的なインテグラルロケットラムジェットで推進し最大速度マハ2.2の超高速で敵艦船へ突入させるため迎撃されることのないミサイルと呼ばれていましたその他の武装として連装23ミリ機関砲を備えた砲塔が前後に配置されました巨大な垂直尾翼には後方用 探索用ミサイル管制用のレーダーが配置されていますルーンのサイズは全長7 3 8ー全幅4 4ー空気重量2 4 3ン最大離陸重量3 8 0ンと、ームよりは小さいものですが、全長はボーイング747とほぼ同じくらいのサイズです巡航速度は450キロ、最大速度は550キロ、航続距離2000キロ、運用高度は1から5ー 最大波高3メートルの海で運用できました乗員は15名でした1986年7月にルーンは完成しカスピースク海軍基地でのテストが始まりますしかしエクラノプランの推進者の筆頭だったウスチノフ国防省が亡くなったためこの頃になると攻撃型エクラノプランの計画は薄れルーンはこの一つだけの製造で終わることが決定されましたルーンはカスピ海で試験運用されました ソ連崩壊後はほとんど動くことはなく海軍から除籍、長らくカスピースク海軍基地に放置された状態でしたが昨年2020年にカスピースクの近郊に建設されるパトリオットパークに展示するため建設予定地の海岸へ移送されましたルーンは1機のみの製造となりましたがエクラノプランを製造していたボルガ造船所では2機目の製造も行われていました これは7、8割完成した状態でその後製作がストップしていますが、ルンのミサイル発射艦を取り除いて、捜索救助用エクラのプランとして改造されました。これは1989年4月に起こった潜水艦コムソモレーツの火災事故による乗員69名中42名が死亡したことから、迅速に事故へ対応できる高速救助手段が求められたためでした。2号機はスパサテル。 救助者と名付けられ92年頃から改造作業がスタートしました垂直尾翼状のレドーム部分は見張り台へ改造されましたスパサテルは捜索のため高度 500m 程度へ上昇する能力もあったようです内部は病院船のようになり最大で80人を収容レイアウト変更で500人を輸送することもできるように設計されました またミサイル発射管の代わりに消火剤タンクや潜水艦事故に対応するための潜水艇も搭載することができましたスパサテルは資金不足のため90年代半ばには製造が停止してボルが造船所内へ収容されているようです現在も各国で小型の地面降火翼機の製造は行われています ロシアでも詳細は不明ながら新型の大型エクラノプラン製造の噂が出ていますので、もしかしたら再び大型のエクラノプランが近い将来現れるかもしれません。それでは今回もご視聴ありがとうございました。それではまた次回。